今日のこんな日にぴったりの曲をお届けしたいと思います。虹が虹がそんなにかかる。
伸びて涙乾いてくしゃみをひとつ雲が流れて光が差して見上げてみれば命のバトン。聞いてください。フォーザービクトリー。駆け抜けたその先。
夢を信じ歩いてきた。悔しくて落ちたいくつもの涙、他でもない今日のためにある。息を吸い込んで心を澄まして、静寂の中
ということだったんですが、アート祭りの雰囲気どうですか？すごい素敵ですよね。なんかお店がたくさん出てるっていうのも聞いてたし、すごく毎年お客さんがたくさんいらっしゃるっていうことだけは聞いてて、なかなかもう一回見ようがなくて、名前がアート祭りっていう時点でもうすっごい気になる。今から回りたいと思います、はい、そうですね、はい、この後まだまだね、あると思うんで、ぜひ回っていただきたいなと思いますが、はい、皆さんもね、すごいね、なんかあの知ってますよっていう方もいらっしゃったし、はい、あの初めてですよっていう方もいろいろして、ね、来ていただいてたので、さらにね、活躍していただける姿を応援してもらえるんじゃないかと思うんです。ちょっと私が気になったんです、美顔教室なんかすごいかっこいいチラシを持っててたなと思って、はい、知り合いの方にポスター作っていただきました。あ、すごいね、インスタのアーティさんとか、はい、あのぜひご興味があればお知らせに話していただきたいな。なるほど、ぜひそれは、はい、これで書いていただければありがたいなと思います、はい、これちなみにどこでされてるんですか？今は大体クリスタルアートさんで、クリスタルアート土曜日とかにやらせてもらってます。吉田でね、はい、ちょっとあの集まればちょっとやる感じで今やってるので、また SNS とかやってるのでご確認いただければと思います、はい、QR コードございます、ね、QR コードもあるんですね、はい、持っていただけると繋がるシステムが繋がりますね、はい、いつでも繋がれますか？いつでも繋がれます。わかりました、これは楽しい、はい、はい、あ、セカンドセブンさんの方はでももう安定の SNS がたくさんあると思うんですけども、はい、はい、検索してもらったら、はい、何かしら引っかかってくる、はい、YouTube でもね、結構時々ね、の上がってくるなと思ってて、多分見られたことある方たくさんあると私は思ってる。私はこっそり見てるっていうからね、はい、本当にね、素敵なところで、オリジナルソングもね、生で聞くと本当にすごい素敵な曲だったですね。これは CD とかで売ってたりもしないですか？売ってます。売ってるんですね。はい、売ってるそうです。これはどこで買えますか？今日持ってきてます。あ、今日持ってこられてるそうです。もし気になる方とかいらっしゃったら、いつお声掛けさせていただいたらいいでしょうか？もうその辺にいますので、その辺に、はい、はい、はい、ぜひですね、はい、一緒に写真を撮りたいなと思われる方とか、サインもらいたいなという方とか、今日はなんと3人で撮ることができますからね、はい、あのいつもよりもちょっとプラスワン、なんかね、特別感がありますよね。よろしいですか？どうなんでしょうか。はい、ありがとうございます。ぜひあの最後に一言皆さんに出かけの PR をお願いします。活気がね、戻ってるのがとても嬉しく思います。またね、皆さんで楽しいことも、はい、ね、はい、できたらと思います。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。もう一度皆さん大きな拍手をお願いいたします。アセカンドカードの皆さん、ありがとうございました。大きな拍手をもう一度。